してままいりますズブコを演じられました前野智也さんモリリンを演じました渡辺衆さん <laughs> バージンを演じられました滝藤健一さん。 今日はなんと劇中のお召し物でご登場いただきましてよろしくお願いいたしますであのセンター左右っていきますセンターはいここはちょっと時間短くなりますはい左側はい続いて右側いきます右側見てあげてください滝藤健一さんですえ皆さんこんにちは、えー、バージンピュアゾをやりました滝藤健一です、えー、本日はありがとうございますあのー この作品はあのコロナで1年延期になって撮れるかどうかもわからなかった映画ですのでこうして今日皆さんの前であのお披露目できるということが、えー、本当にほっとしているというか嬉しくてなりません。渡辺修さんです。 はい、えー、皆さん、本日はお集まりいただき誠にありがとうございます、えー、森林こと石野守役を演じました渡辺周です、えー、もうこの格好なので、どういうキャラクターで喋っていいか、ちょっと若干戸惑いはあるんですけど、えー、本当にあのー、昨日初日を迎え、こうして舞台挨拶ができるということを改めて皆様のお顔を拝見して実感しております。<laughs> 友也と申します。すごい名前ですね。一、えーえー、年半ぶりですかね。この衣装を着て、あのー、ちょっとこうまあ初めて人前に立ったというような形でして、はい、そうもうあのー、キャラクターを今どっちで行けばいいのかよく分かってないのでこうやりながらチューニングしていこうかなと思ってます。基本的に前の友也で行こうと思ってます。よろしくお願いします。<laughs> いいですかね。